ニュースでご覧になった方も多いと思うんですけど、うん、JOC とかですね、スポーツの関連団体、7団体が、11月13日に、アスリートを性的な目的で盗撮したり、うん、SNS に盗撮あ、投稿するケースがとても多いと、うん、非難する声明を出したんですね。うん、で、今 JOC のところに、この、うん、JOC 盗撮サイトで見ていただくと、うん、特設サイトができてます。で、そこにあの通報の窓口もあって、今までね、盗撮されても相談する窓口がアスリートの人なかったんですが、うん、できること ことになってでも、悪質な事例であれば、警察にも通報するよっていうことなんですね。で、もちろんね、今までも、例えば、陸上であったりとか、水泳であったりってことは、盗撮が多くて、その、うん 大会の市町村と協力して盗撮とか取り締まってたんですけど、うん、とにかく SNS になってからものすごく拡散されるし、うん、あとは、ね、今、ね、ネットで、ね、あの違法に販売もされてるんですね。<ー>要するにそういうような胸とかあの女性の股間のところに寄ったところだけを集めて売るというような、うん、結構そういうものもあったりしていて、うん、でそうすると、ね、取り締まる側はそもそもそのためにいるわけじゃないので大会って大会実のってすごく大変なので、うん、人入れとか大会自体を維持しなきゃいけない。 ないのに、盗撮対応ができないわけですね、なかなか。例えば、陸上競技場と、もう何万人っていう大きなスタジアムで、それをカメラ持ってる人、一人一人。摘発できるかっつったら、できないんですよ、ね。いやもうね、絶対難しいし、まあ,あの報道かもしれないし、家族かもしれないしね、ただのアスリートの。 の、応援の人も、かもしれないんですけど、ただね、これ非常に何の問題かって言うとね、小学校、中学校、高校の競技にも広がってるんです。というのはネットの中に小学校の水泳大会で、あの、自由、まあ、小学校だとそんなに自由に入れる大会ないんですけど、たまに自由に入れる大会とかあると、そういう情報をみんなで共有して、小学校の水泳大会入れるよ行こうって言うとびっくりするぐらい、 すごい弾を持った、あの、望遠を持った人たちが集まってきて、まあ、さすがに声をかけたりはするらしいんですけども、さすがにね、小中高だと、もう、競技に集中できないし、あのー、 あの女の子によってはですね競技に出られなくなっちゃう子もいるんですねうん、うん、自分のその写真がアップされることをたまたま友達とかに教わってみてそれが股間とか胸元のアップってなったらそれはなかなかできないわけですしでもっと白質なケースがあって赤外線カメラってありますよねうん、うん、あれってあのお洋服の上から撮るとね裸みたいに見えて。 ちゃうんですよで赤外線カメラって高いんですけども別に買おうと思えば買えるので別に禁止されてるようなカメラではないわけですからそうすると今ですねスポーツメーカーとかがその赤外線カメラで撮っても透けない下着を作ってるらしいんですけど、うん、それ小中高とか一般のアスリートが買えるわけがないし、うん、そもそもそんなことで狙われてるって。 とは誰も思わわないわけですか,らいやかなりこの、ね、赤外線カメラのことも問題になっていてで、まあ、今回、まあ、2021年、まあ、やれるかどうか分かりませんけど東京五輪の前に問題に取り組む、まあ、できれば、ね、本来は今年行われてたはずですからもっと早い時点から対応すべきだったんですけれどもまあ とにかく、盗撮だけではなくて、この写真とか動画を、こう、性的にアップしたりとか、まあ、コラージュにしたりとかしてですね、あの、掲載もとにかくね、アスリートを傷つけるんだってことで悪質な行為を、まあ、難していて、まあ、とにかく、一般の人も窓口に、あの、教えてくださいと、こういう人がいたら、JOC、え、盗撮サイトで、本当にわかりますから、ぜひご覧いただきたいんですけど、でで、ね、でもこれってやっぱりメディアにも大きな、あの、責任があって、例えば、ビーチバレー、 あれなんか最初、ビキニでしたよね、うん、であれアメリカから確かに発症していて、はっきり、まあ、男性ファンを狙っていたんじゃないかって言われていたんですけど、うん、まあ今、イスラム教徒の人とかもやるので、うん、もうビキニじゃなくてもよくなったりしているんですね。あるいは、うん 逆に陸上のユニフォームは昔よりもセパレートになっていてあれはでもやっぱり布の方が少ない方が当たり前だけど走りやすいんですって。ということはつまりど例えばユニ、ね、あの露出したユニフォームであったって取っていいってわけではないわけです。ビーチバレーがビキニだからといって陸上のユニフォームがセパレートだからといってまあ取っていいわけではないですしでもやっぱり週刊誌とか今でも美人アスリート特集とかっていって結構際どい新体操の選手がやたら足を上げて てる写真をなんかアップもっとかわいそうな想な女子アナなんていまだに胸元とかパンチラとかそういう写真を撮られて結局タレントさんはね事務所がうるさいからそう簡単に載せられないけどやっぱアスリートとかアナウンサーっていうのはチェックがねあんまりないから狙われやすいってことででもやっぱりアナウンサーの人とかアスリートの人と話してても本当に嫌だとだから聞いても見ないようにしてるっていうだからそれ問題の解決にならないんだけどっていうことはまずねメディアが煽ってるわけですよ ビジアスリートとかパンチラ写真とかが売ってるものに載ってるんだから俺もこれ撮りたいなっていうことになってしまうのでまずはメディア側がねそういうような性的な目線でアスリートだったりとか一般の会社員であるねあのアナウンサーの人とかを撮るようなものをやっぱりやめていかないともう本当に今ね本当にあのもう学生のアスリートが本当に狙われていて大変な問題になっているっていうところがあるんです。 この前、声明をね、金曜日に、あの、スポーツ庁の村尾市長官とともに発表したんですけど、こう、各団体が一緒にっていうのがすごい珍しくて、大学、高校、中学のいわゆるこう団体が連名で、 ーた記者会見に行かれたんでですよねなかなかね、そういうね、あの、アマチュアの団体と JOC が一緒に動くことってまずないんですよね。はい、それほどに深刻な問題だということで、はい、で結構メディアの関心も高かったという,ふうことを聞いてます。で、あの、日本って、あの、アメリカとかイギリスだと、接種罪という形でね、盗撮の,、うん、の法律、あの、禁じる法律があるんですけど、うんうん、日本はね、盗撮罪って法律はありません。 ないんですね。じゃあどうしてるかっていうと、都道府県が個別に迷惑行為防止条例。これ痴漢とかも、あの、下着の上から触るだけだと、あの、迷惑行為防止条例にしかならない。そうすると県によって全然違うんですよね。なので、まあ条例を改正しようというような。 動きが各県で広がっていて、今までね、盗撮をしてはいけないっていうのは、路上とか電車の中とか、公共空間だけだったんですけど、ここ数年、ね、問題になってるのは、学校とか職場。 で学校とか職場ってのは公共空間ではない教室今までも教室の中で盗撮された人は訴えることができなかったんです。そそ、うん、そうそうそうだけど準公共空間ということに今していて、まあ、2014年に京都がそれを最初に始めたんですけど朝日新聞の調べではえ今年9月までに36都道府県が教室とかね えー、そういうような、こう、純公共の空間でも盗撮をしたら迷惑条例の方に行こうっていうことで、例えば集会場とかタクシーとか、あとバスでも貸切バスは今まで OK だったんですよ。<laughs> オッケーって言とがおかしいんですけど、公共 の乗り物ではなかったので、でも貸切バスとかでみんなでこうどっか行くとかっていう時に盗撮させれることもあるので、貸切バスでもダメということにしたりとか、まあ、あと東京とか20以上の都道府県では、もうそもそも個人の住居とか、お風呂とか、トイレとか、衣服を着けない場所でもやっぱり盗撮はダメだ。なかなか難しいんですけどね、個人のお宅だとあの難しいんですけど、でもやっぱりあの個人のお宅でもやっぱりこう盗撮行為があるよということで、 やっぱりあのれじゃんちょっと前だけどなんかこう女優さんとかあどっかの国の偉い女性の方がパパラッチで、はい、海辺でヌードみたいなのがあったじゃないですか。かまあそれはどっちかといったらメディアが、はい。 の方ででですすよねそそそううなんです、うん、本当にそれはそうでメディアが今まで、うん、その公的な存在だからというような形でねパパラッチとか、うん、あ,のあるいは日本だったらそういうパンチラみたいなことを許してきて、うん、一般の人もやってしまうということがあるので、うん、まあ海外ではやっぱり盗撮罪は NG にしようということで、うんまあ、あとはあの海外でもだいぶあの訴訟とかも増えてきてはいるんですよ、ね。よそ、はい、そこなんだけどさそのこう 的な人たちがやられ、うん、パパラッチされるじゃない。うん、あれはどう、いけ、どう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 なの。だから、その、パパラッチをされる状況ですよね。うんうん、その本人の、その、下着が見えているとか、うんうん、まあ、例えば、その。 明らかに一瞬気が抜いた瞬間に誰しもがおかしな状況になることはあるわけですよね、そこを狙うというのは、うんうん、あまりこう意図がまともな意図ではないわけですからね。いやいやななんでこんなこと言い出したのかというと、はい、やっぱり俺たちでもこう俺たちはどういうところにいるのか分からないけど、あの夜、ね、芸人さんが酒飲んでお店から出てきたみたいなところを、ね、取られるわ,<ー>わけじゃない。あ,ありますねでも ああのあの個人だから、はい、みたいな理由の差が俺はよくわか,かんないんだけどそ,、ねうん、そ,そこのところはこう今でもずいぶん曖昧じゃないですか。すね、まあ、まあ、公人は本来はね、うん、あの税金がかかってる人が個人なんですけど今日本は公人っていうと有名人も公人っていう言い方をしてまあそれは本当は。うん 本来なら本来公人っていうのはまあ大臣とかとかが公人なんです。公の人なの人ただ日本はその有名人も公人だみたいな言い方をしがちですよね。だからどんな写真撮られてもみたいな言い方をあと有名人とかっていうわけのわからないことを言ったりね。まあそれは本当に良くないですよね。結構怖いですよね。あの自分の顔を写真撮るようにしてるんですよ。あの自分の顔を写ってるみたいな感じに撮ってるんですけど、そのレンズはあの 狙われてたりとかして、後ろ向いてたりね、はい、方向が逆になったりするからね。ね胸元に携帯をずっとかかって、うん、そな、ね、あのご飯食べてるとこもずっとか、通、うん、られる,かいらるから。いや、だから、そこら辺までね、だから、公。 っていうのがどう作用するのかっていうのとまあ、ちょっとあの視点れちゃう、ね、いやでもそういうようなことも含めてでやっぱりねじゃあ日本でも盗撮罪を作るべきかまあ、やっぱりあの2000年に携帯カメラが内蔵されても20年経ってるので盗撮事件は増えてますし盗撮って日本と韓国で特に問題になっていてだからスマホのシャッター音が鳴るのって今、日本と韓国だけなんですけれども。 はい。ただやっぱり、うん、あのー、非常にこう、スマホによる盗撮も増えているし、うん、そもそも幼稚園を含む学校とか職場の純公共空間での盗撮もすごく増えてるんですね。でも、とにかく条例なので、例えば飛行機の中ってどこ飛んでるかわからないから、どの県の上かわからないから、飛行機の中で CA の人が盗撮されても、なかなか難しいんですよ。今、埼玉の上かわからない。うん、そうなんです。条例案だもんね。条例ってね、うん、非常にそれが良くないんです。うんうん、なるほど。ただ条例 人を盗撮罪にするときにすごく難しいのは、盗撮って、どこまでが盗撮なのか、さっきおっしゃったように、はい、うでも胸元が盗撮なのか、でも全体をとって胸元によったら盗撮なのかとか、うん、あとね、やっぱりこういう罪って、警察の裁量がすごく動くので、別件に使われがちになるんですよ。なんかあ、あいつとりあえず盗撮で引っ張っておいて、えー <laughs> 捕まえようみたいなことにも使われるので、うん、簡単にね盗撮罪を作っていいわけでは確かにないんだけれども、うん、ただとにかくその小中高アスリートの,多くの、ね多くまあ、男性ももちろん撮られてるんですけど多くは女性なのでやっぱりもう撮影されることが怖いということで、うん、あの本当に痴漢に合うような形でやって<と>しかかもアップされちゃうからね、うん、あと今女子のプロゴルフがいていだけども。 えー、テレビ見てるとテレビのアングルさえも、まあ、そういうこと。 あったりするじゃないだから男子のゴルファーにそれをやるかってことを考えてほしいんですよ。うん、男性のアナウンサー男性の,、ね、あのアスリートに同じカメラワークをしますかってことを、うん、今でも女性のアナウンサーの人とかあ足,足から撮られたりとかすることとか、うん、今でもあるし、うん、そういうのがやっぱり、うん、そ,うそういう仕事だろうってよく言うんだけどそういう仕事ではない。 ですかかからねアアスリーートの人とと、ね、ナウンサーとかだからね、まあ、やっぱり撮影する行為だけじゃなくて拡大とかコラージュとか SNS に掲載する行為もねちゃんと処罰していかないといけないし盗撮ってそもそもあの性行為中にあの強姦されてる最中に盗撮されてもデータを没収する法律がないんですよ。<え>ないんです だから裁判で争うしかないの。は、こう、合間中に取られました、そのデータを没収させてくださいっていうことを、別途お願いしないと、法律がないから。 そうなんです。だから非常に盗撮こなくちゃだね。そうなんです。そういう、ようなことで言うと、非常にそういうことがあるんですね。あの、ツイッターで。まあ、これは男性もっていうことですけど、ラジコさんですね。駅伝好きでよく駅伝を見るんですけど、男の子たちが着替えをしてる映像を流すのはやめてあげてほしい。それは本当にそう思いますよ。男の子だって嫌だと思うし、まあ、一方で、ただね、盗撮って、痴漢とか万引きとかアルコールとか薬物みたいに依存症のケースも多いんですって。で、再犯率も高いので、 痴漢とか性犯罪とかアルコールとか薬物のように厳罰化もしつつカウンセリングにつなげてなぜ自分が盗撮をしてしまうのかっていう時に認知が歪んでいることがなぜかちょっと相手も望んでいるとかそういう格好をしている人は取られてもいいんだというふうに認知が歪んでしまっているのできちんとカウンセリングを受けないとなんで俺だけっていうことになってしまうのでだから結構ね 感情の問題ではなくて、統率悪い法律とかではなくて、なぜこういうことが起こっていくのかっていうことをきちんと、ただ今回本当にこういう声明がスポーツの団体から出たことは、とても心強いし、海外のアスリートが来た時にもね、やっぱり狙われてしまうので、それを日本はちゃんとこれはいけないよって。 外,外国なんかでは、この盗撮、しっかりした法律ができてるんですかあの盗撮罪はある国は多いです。で、性的な目的で写真を撮ったり、うん、性的な目的でアップをするということは、あの、今はかなり厳しくなってますし、もちろんその合間中に撮られたデータとかを没収する法律がある国もありますから、やはりそういういろいろな性にまつわる撮影について、きちんと法制化をね、丁寧に考えていく、で、まあもちろんカウンセリングとかつなげていくというような、 国民的な議論はここから始まるんじゃないかなと思うので、ぜひ興味を持っていただければと思います。